はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。さあ、長い間待たせたわね。もう1ヶ月以上経ったぜ。けどその甲斐があるわよ。オウムーンが965個、ステージにあるムーンとローカルコインは全部集めたわ。そしてラストステージ、月の国モット裏で優秀の美を飾っていくわよー。ここがモット裏か。うん、そう。で、おー、めちゃくちゃ観客がいるぜ。このカメラは何を映してくれるのでしょう。うん、ああ、そこがゴールだぜ。ニュードンクシティのタワーみたいな形してるわね。たっか。さあ、そこで長い旅の終着点を迎えるんだぜ。オッケー。ていうか、世界中の一般市民はまだしも。ネッシー、お前はどうやってここまで来たのだ。元からいたんだろ、適当。それよりもほら、みんな応援に来てくれたってさ。あー、あっちーにゃ民族懐かしいわねー。ていうか、あの主題歌聞こえるけど、市長がどっかで歌ってんだろ。どこだろ。ていた、即興に組み立てたメンバーでこんなところまでわざわざお出迎えだぜ。こんな月面の偏僻なところでよくそんなノリノリで歌えるわねー。まあ、そんなこと言うなよ。応援しに来ましたっつって自分の歌声披露するのは、私には恥ずかしすぎて到底無理ね。これそりゃお前と違ってプロだからな。観客は全くいないけど、ほらノリノリでジャンプしていっつってジャンプしてるだろ。ポリーン市長のプロ意識にはかないませんわ。そしてこのカエルもいたわねー。一番初めにキャプチャーしたカエルだな。おー、月面の重力も相まってものすごいジャンプ力。まあ、とりあえずどんどん登っていきましょうねー。あ、土管だぜ。危ねえ。ヨッシーの次はカエルの乗り捨てか。お前許してちょうだい。それじゃあこの土管がどうなってるのか知らないけど、今からあそこの頂点目指して進んでいくわよ。おー、頑張れ頑張れ。ってなんじゃこりゃ、めちゃくちゃクリボーがたくさんいるな。あー、そういえばこの上のやつ、謎のクリボー製造装置だぜ。どっかで見たわね。こいつを倒すにはあれか。危ない危ない、お前ら落ち着け。クリボーで積み上がってあの機械を踏めばいいのかな。多分そんな感じよね。正直面倒くさいけど、その分のリターンは必ずあるわず。というわけで相当数のクリボー積み上げに成功したわ。しかも3回踏まないといけないしな、それと。さあ、正直結構時間かかったし、ムーンプリーズムーン。それもらえたら万々歳だぜ。ハートかよ。まあこれからどうせきつい道のりだろうし、役に立つっちゃ役に立つんだろうが。けど正直ハートのために毎回するやる気は起きないです。まあともかくアスレチックのスタートだぜ。どうやら最高難易度レベルのステージみたいだからね。って、危ねえ。あ、そこ沈むんだな。あと地味にこの柱も沈んでいくっていう。あかん、沈むスピードの方が速いぞ。まずい、これめちゃくそにジョイコン振らないといけないやつだわ。よし、そっから飛べ。あう、何してんだよ。ちょっと待ってねー。あ、違う、こっちは逆か。普通に基本アクションがおろそかになってんじゃねえか。ね、向こうの渡り方がわからんなー。何してんだよ。やったぜ。間違いなくもっと綺麗な渡り方があるぜ。これは断言する。まあ確かにそれは言えてますわー。よし、ここまでは普通に渡れたけどー。あぶねー。ひーん、これ壁ジャンプ使わないと上まで登れないわねこれ。よしゃー、全然美しくないぜ。よし、次はあそこの棒につかめば。あう、帽子だねー。ワンダメージを犠牲に掴んだこの棒。なるほど、タイミング合わせて飛びついていくんだぜ。よし、とー、ちょっと遅くないか。あ、これいけるか。うおー、セーフ。いや、セーフっちゃセーフだが、間違いなくこの後のギミックで終わるだろう。お前確かに、まあ粘れるところまで粘ってみようじゃない。ここはまあずっと幅飛びしてたらいいのかしらねー。全然進んでないぞ。危ねえ、今の割とマジで死んだと思った。よし、コツ掴んできたわ。タイミングよく丘の上で幅飛びすれば問題なさそうだぜ。これ勢いなくなるから帽子投げる必要もなさそうね。最後の飛びつき、オッケー。ひとまずあれはノーダメージでクリア。てよーし。お、途中のハートは嬉しい。やっぱり救済措置があって嬉しい。で、次はこれか、マグマの上を。だが、とりあえず上離してみようかしら。で、これ明らかそうじゃないわね。マグマの中乗り継いでいくやつじゃね。なるほど。まあここは普通にジャンプしていきまして、次も大丈夫だろ。あのローラーを抜けるだけだからね。よし、ここはオッケー。このまま流れでー。おい、見事うまいこと引っかかってしまったわ。次はこの3つのトゲ棒をくぐり抜けるんだぞ。とー。よっしゃー。意外に生き延びた。そしてそこの気になるハテナブロック。どうせ中身はあれでしょ。私にそれをよこしなさい。ハートだったら嬉しいか。イエーイ。これでまだワンミスまで甘えることができるわ。まだまだ道のりは長いと思うし、貯金取っとかないとな。おい、やっちゃった。体力を1で保ち続けることでギャラリーの興奮をキープするミスタービデオゲーム。お前別に狙ってやってるわけじゃないよな。正直に言ってみろよ。たまたまそうなったからまあいいかって感じ。そして次は種棒。あえたなこいつ。序盤にお世話になったわねー。て、危ねー。あ、海が出てきたぜ。この海延々復活してくるからなかなかに面倒くさいわ。まずい、早く。おー、危ねえ。間一髪だったぞあれ。正直低体温症で死ぬかと思った。まあもう次は大丈夫だぜ。この氷水地帯を抜けると。てお、これからはヨッシーで進むのか。キャプチャー。
ふふふじがを保つことができますよ。あ、マジかよ。なるほど、ふんふん。このリフト壁にペロンして上に登れば。ちょっとまだ慣れていませんからね。くっそ、何やってんのよあいつは。おかげでめちゃくちゃ死んだじゃない。いや、途中半分以上はお前が普通にやられてたからな。そうですよ、人のせいは良くない。まあ、2回目頑張れ。いや、3回目か。もうさすがに複数回経験すれば大丈夫ですよ。ほら、最初はちょっとこの崖ペロンがおぼつかなかったから。2回目は見事に落下したけどな。今回は乗り捨てジャンプなんてできません。いや、できるか。まあ、それはともかく、次から本番だぜ。ここはもう右側に移動して、ここは待機。やったぜ。この地帯はノーミスで突破できるようになったぜ。あとは軽くこの道を通っていけばいいですね。で、あ、スフィンクスだぜ。おお、これはなんかパワーを感じますよ。スフィンクスさん、私の奇跡の力を合わせれば不可能のことなどありません。で、あれ、ねえ、聞いてます。ほら、邪魔よあんた。あう。残念ね、あんたはお呼びじゃないのよ。悲しいが事実だぜ。しょぼーん。さあ、私に全てを聞いてみなさい。さあ、どれだ。これは簡単。はっきり覚えているわ。それはズバリキノコ王国よ。はい、正解。ほう。最後のクイズとしてはそこまで難しくなかったけど、てよーおーし、ここでこの体力2倍は普通に嬉しい。前回なのに加えてチャンスが増えるしな。まあいいです、この私で先に進みましょう。と言ってもここは普通に道通るだけだけどな。この奥ですね。ってなんだろう、あの竜巻。まあ、少なくとも今は関係ないと思うから気にしなくていいぜ。確かにそうですね。じゃあ、かかし。あ、それ帽子投げないと。残念だったわね、さなえ。痛い。どうやらあんたの出番はここで終わりのようよ。やってみないとまだわからないじゃないですか。さて、どうなるかだな。何を切るで、おお、赤べが。あ、これどんどん。あ、さなえ、マグマに落ちたぞ。まさかこんな仕掛けだったとは全然予想してなかったわ。そして、さなえよ、あんたの犠牲は無駄には。後ろ来てるぞ。おお、危なーい。あ、間に合うかこれ。あ、死なない。私は死なんぞ。おお。しまった。まあ、やり直しには。よーし、2回目は普通にできたな。あ、こいつか。やるぞやるぞ。なるほど、こいつの滑空を使いながら、あの上昇気流に乗って飛んでいけってことね。そうだぜ、わかりやすいだろ。けどこいつの滑空、正直久しぶりで不安なところはあるわ。途中小バエが邪魔してくるぜ。奴の突進普通に結構早いからね。これハエに見つかってもダメなのか。どうだろ。もしそれもあるんだったらなかなかに怖い。まあ小バエの妨害は大丈夫だったが、高度が足りなかった。そしてスフィンクスにまさかまだクイズがあったとは。あ、まだ喋れたんだな。適当に話しかけてこうなったから正直ビビったわ。なんか喋れたから適当に話しかけたらこんな展開になったぜ。あ、なるほど、各国にいた状態を思い出せばこれはいけるわね。これは花？あんたは花は育てていない？上からあっちいなとシュワシュワなと、月の国で耐えてたしな。はい、オッケー。まあこれはまだ簡単だぜ。であれ、まだあるのか？そうっぽいわね。いいじゃない、もっと難しい問題どんどん来なさい。まあ確かにそれで通用はしたな。なるほど。え？私たちの思い出？いや、ちょっと待て、これは普通に主観じゃねえかこれ。確かに。まあ、だがこっから正解を選ぶんだぜ。正直に私の思い出で言うとね、喋る変な帽子だわ。まあこれがオデッセイのテーマだしな。だが一つ気になるのは、孤独な我に話しかけた、だよなー。だってこの一つだけこいつの感情じゃねえか。自分に正直になるかこいつに媚びうるかだなこれは。自分の感想。はい、残念。畜生ねー。くっそ、やっぱこいつのご機嫌を取るべきだったか。誰もお前の意見なんか聞いてねえんだよ。まさかのここでゲームの登場人物におべっかを使うことになるとは。まあこの先どうせお前やられるし、再チャンスすればいいだけだぜ。正直そうなるとは思うけどね。あんたに言われると普通に尺だわ。でこっから初めてのエリアね。マグマの上で渡っていくんだぜ。あべあー、おい、ちょまずい。でお、今のどうやってキャプチャーしたんだよ。何かいけた。とやー、よーし、おお、この調子で飛んでけ飛んでけ。いや、こんな乗り継ぎ初めてだから普通に難しいんだけど。早く乗り継げ。まずい、地面、一瞬にでも地面に触れたい。おお、ギリギリセーフ。だがもうワンダメージしかできないぜ。一気に体力ごっそり削られたのは辛い。これはこの土管でいいわね。奥に何かあるけどまあ大丈夫だろ。よし、そしてさすがにチェックポイントここにあるでしょ。残念、ないぜ。期待はしてたけどそこまで優しくはないわねー。てあぶね、なんだこれ。向こうのブロックにジャンプしていっと、てあー、急に動くなー。早く飛び移れ。うおー。おい、即の事態でミスが起こってしまった。そして再開は？それ、土管の先でありますように。かー。残念、またもう一回やり直せ。まあ多分またスフィンクスのクイズ答えれるだろうし、いいだろ。それじゃあ今回はこれで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。まあ覚悟してたけど正
正直土管チェックポイント期待してたわ。ところで途中の道のり各国のおさらいみたいな雰囲気あったよな。確かに。ということは、まだ復旧してない国そこそこあるぞ。きつー。